宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです。本日のテーマは UFO を見やすくなったり、あとは不思議体験が、起きやすくなったりする方法についてです。で、最近なんですけど、結構UFO とかなんか不思議体験をしてる人っていうのがすごく時期的に多いんじゃないかなと思います。で、それっていうのは私もすごい実感してるんですが、どん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 やっぱり生きてる世界の周波数が上がってるんですよね。で、この覚醒してるっていうか、第六感、その五感があるじゃないですか。五感以上のその感覚っていうのをどん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 研ぎ進ませている、もともと持っているものを思い出してる人っていうのがすごく多いなっていうのを感じてます。で、実際にその不思議体験とか UFO を見た人がなんかもっともっとなんかこうコンタクト取りたいし、なんかもっともっと仲良くなりたいっていう風に言う人たちが周りにも多いので、具体的にどういう風にしていったらいいかっていうのをお伝えしていきたいなと思います。で、あとはじゃあそうやって UFO とか見たことないとか、そういった体験をしたことないっていう人たちはどうしたらそういった体験ができるのかっていうことについてもお話ししていきます。じゃあまず、最近で言うと、私も最近私は感じることの方が多いんですよね。あ、今来てるなとか、あ、今体の中に入ったとか、あとは私はセッションしてる時に相手の方のエネルギーとかも読み取ったりするので、あ、なんか例えばシリウス系の、シリウスっていうそういった宇宙人のそのエネルギーを感じ取った時に、あーそうだったって言ってこう同調するので、それで思い出したりとかしています。で、その最近の話で言うと、東京に行った時の飛行機、夜の便だったんですよね。東京じゃない、あれは茨城空港に行った時の話なんですけど、なんか空をプカプカこう飛行機でプカプカっていうか、空をこう飛んでるので、なんかなんか UFO と会いたいなーって思ってたんですよ。で、別に私にとってはそういった存在っていうのが日常だし、普通にいるなって思うから、そういう思うこともないんですけど、たまたまその時はわーなんか UFO とか見れたら楽しいよなーって思いながら飛行機に乗ってたんですよ。で、ある時どのタイミングだったかわかんないんですけど、あ、なんか外見たいなって言って、もうその飛行機の窓からこうやって私は覗いてたんですよ、外を。これが私で、こんな感じでこうやってこんな感じで外をこう見てたんですよ。で、外を見ていたら、まあしかも意識してっていうよりも、なんかぼーっと、あーなんか空綺麗だなーとかって思ってたら、ここになんかこのぐらいの四角でこういう丸いのがピューって通ってた通っていってたんですよ。で、最初はこの光が4つで、これが丸だったんですね。こういうやつだったから、で、しかも結構すぐ下の方を飛んでたんですよ。で逆方向にこう行ってて、あー飛行機が通ってる、私の方は進行方向こっちですね、あーわーなんか飛行機が通ってるって思ってたんですけど、よくよく考えると、近すぎて絶対飛行機がこうすれ違うぐらいの距離でもないし、飛行機ってまあ例えばこういう感じでなんかこうあって、でライトの位置とかもこうある程度決まってると思うんですよね。で、それがなんかこんな、しかもこうすっごい丸くてこういう光だったから、最初飛行機と思ってたんですけど、よくよく考えたら、あれ UFO じゃんみたいな、最初ドローンかなと思ったんですけど、いや、っていうかドローンがこんな飛行機が飛んでる場所に上がっちゃダメじゃんとかっていろいろ思って、なんかびっくりしたっていうのがあるんですけど、本当に楽しいんですよね、そういうねえ。で、例えばこれってよく
言ってるのが、不思議体験をした時っていうのはもう、周波数がその領域なんですよね。あの例えば、私は今っていう場所にいるんですけど、自分の周波数がめちゃくちゃ高くなった時、まあ普通ぐらい低いって言った時に、経験することが全く違うんですよね。例えば同じ空間にいたとしても経験することが全く違ってくるんですよ。で、例えばもうその、まあ、低いイライラしてる時はイライラすることがを体験したしやすくなったりするみたいな感じで、すっごいその UFO とか見たタイミングっていうのはめちゃくちゃ周波数が高い時なんですよね。でこれは高くて高いのがいい低いのが悪いっていうわけでは全然ないです。ただ体験することが違うよっていう話なんですけど、でだからその UFO を見た時、私がこの前見たのはこんなんですけど、じゃあ見た時の周波数っていうのを思い出したら、思い出すだけで実はここに繋がっちゃうんですよ。なぜかっていうと、このこの時のことを思い出すってことは同調してるっていうことになるので、だからこの周波数と同調するようになるんです。なので、あ、会いたいなと思った時にそのことを、あ、なんかこの前これやって楽しかったな、また見たいから、この時に言っとくと、私たちが認識しないだけで日常結構近くにいるんですよ。結構近くにこうやっていて、光とかこうやっていて、で、あ、なんかサポートできることないかなとか、なんか協力したいなって思いながら、よく周りにいるので、その時に、あ、なんかこの前楽しかったなってこうイメージしながら、あ、そういえばもっともっとちょっとコンタクト取りたいな、ねえ、つながる方法を教えてとか、もっとさっき遠かったけどもっと近くで体感させてとか、見える形で、私の前に、私の目の前に現れてとか、いろんな願望を出しておくと、ここはちゃんと受け取って、それに向けてどんどん準備を進めてくれるんですよ。なのでつながりやすい状態に、思い描いた人たちをこうその周波数に合わせるようにしていきます。じゃあ、あともう一つ大切なのが、こうイメージするっていうのもいいんですけど、この時の状態っていうのをメモできてるとすごくいいです。例えば、なんか私未来のことでニヤニヤしてた、なんかこうなりたいなっていう未来を思い描いててニヤニヤしていたとか、これ例なんですけど、あとは、あー、なんか空って綺麗だな、綺麗だなって言って夜空を見上げてたりとか、なんか、あ、あの時力が抜けてたなとか、あの時友達とワイワイして楽しかった帰り道だから、まあ楽しかったな、あ、またなんかなんとかしたいなって言ってウキウキしてたとか。で、これっていうのは人それぞれ違うんですよ。まあ大体似てるところもあるんですけど、例えば私がじゃあ未来にニヤニヤしてる時に空を見上げて綺麗だなって思って、でその時に力が抜けてた、だから見たんですって言って、これを真似しようと思っても、これは私がつながりやすい状態だったっていうだけで、人それぞれまた違うんですよね。例えばキャンプが好きな人はキャンプをしてて、すっごいこんな風にこうキャンドルじゃないや、炎をこう見ながら、わー、なんか癒されるなーって思って、でそっからパッて上を、なんかもう上を見た瞬間、わ、 UFO がとかで、そしたらその人にとっては大好きなことをしながらリラックスしてる時に見る、
っていう風になるので、人それぞれ違うから、そのどういった状態で見たのかとか、自分がどういう気持ちだったのかとか、そういうのを書いておくとすごい後々便利になります。あと例えばそれを記録しておくことで、どんどんこのあったことっていうのは風化されるっていうか、こう忘れちゃうんですよね。で時間が経つと、あれってなんかやっぱ夢あったのかなとか、あれ気のせいかなとかってなっちゃうんですけど、それを例えば、ノートに書いてもいいし、例えばブログをされてる方はブログでもいいし、あと何があるかな、メモに残しててもいいし、なんかボイスに残してても何でも大丈夫です。でこれをやっておくことで、ここでイメージしなくても、これも実は周波数なんですよね。しかも、宇宙とつながるその周波数なんですよ。だからここを見るだけでつながりやすくなるんですよね。でこれって例えば宇宙とつながる宇宙人 UFO を見たりする周波数ってに合わせるのってすっごい大変なことって思いませんか？なんか特別な瞑想をしてとか、特別な人しか見れないとか、特別なことをしないと見れないとか、実はもしかしたら昔はそうだったかもしれないんですよね。っていうのが、元々の周波数がなんて言うんですかね、ベースが低かったので、一気にガンって開けないと見れなかった時代かもしれないです。でも今っていう時代はもう簡単なんですよね。もう本当にだって気をなんかこう、まず簡単なのはなぜかっていうと、こういう体験をしてるっていう人が多いから。だからそういう人たちの話を聞くと、あれもしかしたらそんな世界あるのかもしれないなっていう、その世の中の当たり前が徐々に変わってきてるっていうのも一つ。あとは簡単って思ったら、例えばアンテナを立てるんですよね。私たちって思い込みっていうものでアンテナを立てます。じゃあ例えば UFO とかを見たりするのは難しいっていうアンテナを、思い込みがあって、それを難しいっていうアンテナを立てたら、難しくその大変な情報が集まってくるんですよ。 UFO を見るのは大変。例えば私自身はUFO っていうか宇宙人とのコンタクトは家とかでも家の寝てるところにずっとやってきてたんですよ。光とかがずっと私のベッドのところまで。で私が最初に見たのも一人暮らしをしていたところの車、駐車場の車の中で最初に会ってるんですよね。ってなった時に、私にとってはこういう風に会うのっていうのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。簡単っていうか、なんかすっごいところに行かないととか、そのパワースポットパワフルなところ、もちろん会いやすい、めちゃくちゃ会いやすいです。そっちの方がもともと周波数が高いので、そこに行けば簡単に見れます。でももし思い込みを変えると、日常の中で見れるようになってくるんですよね。例えばこう運転して夜空綺麗だなって思った瞬間普通に見れたりとか、なんか家でこうほっとしながら寝てたら光がやってきたりとか。だからそれどっちでもいいんですよね。それはだから自分がどうしたいのかで決めてもらったらいいです。だからこういう風にその宇宙とか、宇宙っていうかその宇宙人とか竜とかそういった周波数に合わせるのが簡単っていう風に思えば、思い込みが変われば、そういうものだって簡単だよねっていう情報がどんどん入ってきます。でそういう体験も増えていきます。でどちらかっていうとですね、なぜよく前質問されたんですよね。なんで UFO とかそんなのが見れたらいいのって、なぜその第六感をこう開花させたりとか、その思い出す、その第六感がもともとあったっていうことを思い出すことがなぜそんなに大切なのっていうふうに聞かれた時に、ここってめちゃくちゃなんか
叶いやすいんですよね。とか幸せとか愛で調和っていう、あの運がいいとかめちゃくちゃ運も良くなるし、あの人との出会いもすごい面白いし、あの面白いことがたくさん起こるんですよ。だからなんかそれを体験できたら面白いんじゃないかなっていうのもあってね。あとはなんかもしそのこう UFO とか見てみたいとか、その宇宙人とか、あと宇宙人って言っても宇宙エネルギーなんですけど、光だったりもするんですけど、とか竜とか見てみたいっていう人にとっては、それ見てみたいっていうのはもうすでにいるんですよ。あのもともと自分の領域の中にそういうのが存在しなかったら見てみたいとしたら、だって存在してるって思ってるから見てみたいって思ってるので、だからここと自然とコンタクトを取りたいっていう潜在意識の願望があるので、あのそれを叶えるとより面白い展開が起きていきます。じゃ あのもしそのいや私今まで UFO とか見たことないし、そういう不思議体験もしたことないし、そんなできそうなんかできる気もしないっていう方はどうしたらいいかっていうと、あの実はこういった不思議体験をしてる人の話を聞くだけでもう周波数が合っちゃうんですよね。例えば自分はなんかそんな感覚はないけど、例えばなんか普通スタンダードそんな世界が、まあ、あるんだろうけど、興味もあるけど、でも自分がそんな感じの体験ができるって思えないって思ってたとしても、この人がもうこんなことがあってね、あんなことがあってねって、なんか面白いんだよねっていう話をしてる時っていうのは、あの同調してるんですよね、周波数が。だから、それを聞いてるだけでどんどんあの顕在意識と潜在意識っていうのがあって、あの私たちが認識してる世界とか意識とか見える世界、あ顕在意識と潜在意識があって、これはもう見えない領域なんですけど、ここでは現実こんな話を聞いて、顕在意識自分が意識できるところは現状変わってないにしても、実はここがめちゃくちゃ変わってるんですよね。だから聞けば聞くほどそれがどんどん周波数があって、ここが変わっていくので実は現象も変わってきます。だから例えばその周りにそんな人がいませんっていう場合は、あの YouTube でいや当たり前にそういう風な体験をしてる人の話を聞いたりとかすることで、なんか徐々に当たり前が変わってくるんですよね。そんな世界あるはずないじゃんって思ってたのが、いやもしかしたらあるかもしれないって思い、あもしかしたらあのあるかもしれないから、いやなんかこれある気がするとか、あれなんか最近自分感覚が鋭くなってきた気がするとか、直感が鋭くなってきたとか、ここら辺とかめちゃくちゃこの領域って直感とかインスピレーションがすごく降りてくるんですよね。とかタイミング、動くべきタイミングとか待った方がいいタイミングとか、いろんなタイミングとかも分かりやすくなります。なのであれなんか最近どんどん運が良くなってきたなとかって言って、徐々にかかあの変わってきたりします。なのでまあ今日はそんな感じで、まあこの周波数を合わせる方法についてお話ししました。でぜひこれからもどんどん増えていくと思うので、また具体的なそういったコミュニケーションの取り方っていうのもあの別の動画でお話ししたいなと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。